3番のパー4です。シン・ジエのセカンドショット、打ち上げのセカンド、右バンカーのすぐ上に切られていました。素晴らしいショット。5番のパー4です。宮沢美咲のチップインバーディー。いやー難しいね、パー4なんですけれども、このチップイン嬉しいですね。7番207ヤード長いパー3、アナイラナのティーショット、これがピンカップに寄っていきます。向かってますよね、うん、惜しい。7番パー3、シン・ジエは奥からチップインバーディー。傾斜のある逆目のラフから素晴らしい技術を見せてくれました。9番のパー4です。宮沢美咲が今日2つ目のチップインバーディー。いやーハーフでこの2つの、ね、チップインがあると乗ってきますよね。11番のパー3です。シン・ジエの長いバーディーパット。いやー惜しい、これまでもねチャンスあったんですけど、ここで長いのが1つ入りました。18番フィニッシングホールパー5、ディフェンディングチャンピオン山下美夢有。やはり18番のギャラリーの皆さんをね沸かせてくれました。バーディーフィニッシュ。そしてシン・ジエは2オンからイーグルフィニッシュ。そして最終組の西郷真央、ピンをかすめるセカンドショット、左足上がりのショット、いやー何度見ても惜しいですね。素晴らしいショットでした。入ればアルバトロスという素晴らしいショット、奥からのイーグルトライを決めます。いや気持ちのね乗り移ったパットでした。